様でした。ノーリミットミニ、今回まだ第2土曜、ただいまの時間で閉店になりまして、まず朝一抽選がなんと330、そこで僕が引いた番号が185番、スロットが180台です。人が帰らなければ座れないっていうじゃんような番号なんですけど、そこで入ってゴーゴージャグラーを朝一3000円だけ回して70ゲームしか回んなかったんで、要はブドウがほとんど落ちてないんで、もうダメだっつってやめて、そっからパチンコをちょっと7し打ったりとかしてて、上に戻ったらまだ空いてなくて、待機して待機して待機して、その次に打ったのが一瞬凱旋打ってからハールスが空いて、ハールスを打つと天井満3畳です。僕480ぐらいから天井まで持って行って、そこで投資が62,500円なったんで、もう今日も終わりだと思ってたら、天井ハーレスが頑張って600ゲーム、600円乗せまして、それでなんとか、まあ持っていけばプラスいけるのかなと思ってたら、全く乗せれずに結構しょぼく終了したんで、で一応台のデータ的には天井1回、あと905円のあたりが2回あったんで、もうこの台はないと、もう絶対ないんで、やめまして、そこからバイオハザード打って、でバイオハザード打ってる時に良さそうなジャッカスが開いたんで、良さそうなジャッカスに移動したらまた天井手前まで持っていってバケです。でそのジャッカス打ってる時にもうこんな打つぐらいでもう一回ハーレス行ってやろうと思って、ハーレス行ったらそっから、今日はもうハーレスの日でした。完全にハーレスの日だったんで、朝からハールス取れば俺も満枚出たんじゃないかなと思います。一応今日店内状況的には一番出たのが多分ハールスです。ハールスが満枚2台です。であとルパンが満枚1台、全体的に良さそうなのが窓マギーで、あとポツポツとマクロス3台中2台が振り切ったグラフで7000枚オーバーなんですよね。だからまあ今回は新台が非常に強かったイメージで、プラス要はいつも通りのハールスとね、窓マギーが強くて、今日はねバジーが1台しか吹いてなかったんで、もしかして今日はバジーじゃなくてその窓マギーの方が強かったんじゃないかなと思います。でまあその後でね、全部データとか載せたりするんですけど、どうせ出てないでしょって思う人はぜひ一度五反田に足を運んで実際見てほしいと思います。なんていうかな、これで出てないって言うんだったら出てる店を見せてほしいです。見せてほしいと本当に思います。で、僕が負けて悔しそうにしてる時とか、今日はね勝ったんですごい笑顔になってるんで、今日プラス500枚なんで、全然すごい非常にハッピーな状態なんですけど、今からねいつも通り飲みに行けますんでね、次はまた明日ですね、この配信の明日金曜日、今第2金曜でこれが配信されてるんですけど、普通の収録よりは非常に声かけやすいと思うんで、いくら死にそうな顔してても辛そうに打ってたとしても声をかけてもらえると急に笑顔になると思います。そこはね、ぼっちで負けるよりは皆さんと一緒にワイワイとやってる方が楽しいので、ぜひ声をかけて一緒に楽しくやっていきましょう。ではまたノーリミット収録の方とノーリミットミニよろしくお願いします。ではここでさよなら。